ああ、これ挟まって、挟まってよかったわ。おい、ちょ、なんか来た。ちょっと待って、なんでこんな来んの？なんでカマキリ？画面の前の皆さん、こんにちは。楽器カサラです。さて、今回もね、アークやっていきたいと思います。で、今回はね、まあコメントでもいただいたんですけど、何やら遺跡がね、あるっていうことで、その遺跡をね、ちょっと探検したいと思います。で、僕ね、まだその遺跡がどこにあるのかわからないんでね、ちょっとまずは遺跡の場所をね、探してみたいと思います。うん。なんでね、まずは空からちょっとね、探索いきましょう。うん。で、何やら、コメントでいただいたのは、まあ、この青い塔の南側にね、あるっていうことなんですけど、うん。どんな遺跡なんですかね。あと、なんかまた違う方には、緑色の塔の南にもあるみたい。うん。いろいろあんのかな、遺跡って。ちょっとその辺わかんないんだけど、ちょっとね、まず遺跡を、探したいと思います。でもその遺跡のなんか入り口っていうのがかなり狭くて、なんか恐竜が入れないっていうことなんでね、多分一人で行かないといけないのかな。でも前回捕まえたね、ムカデとかならね、行けそうな気もするけども、うん、まあどれぐらい狭い入り口なのかね、ちょっと見てみたいと思います。うわー、この辺ワイバーンがいる。あれは赤色と、あ、ワイバーン死んでる。あれ死んでるよね、一匹で。紫色、あー、生きてる。やばい、来た。ちょっと待って、やばい。ちょっとやばい。大丈夫？ちょっと逃げよう。やばい。怖い。怖いわ。あ、なんか前方にある。あ、あれかな、遺跡って。なんか砂漠の、ねえ、ところに、なんか古びた建物みたいなのがありますね。あれでしょ、遺跡って。ちょっと、行ってみようか。はい、っていうことで、やってきました。何ここ。なんか町の跡みたいな、ねえ。とこあるんですね。あー、ムカデとか、うわ、ムカデとかすごいいるやん。いやー、すごい、なんか古代文明。ここ何、なんかコロシアム、コロッセオみたいな。あ、なんか像がある。何の像？なんかすごいね。コウモリ、でっかいコウモリ。あ、コウモリじゃないね、これ。何？あ、これ、キメラみたいな？うわ、かっこいいな、これ。ねえ、ちょっと上から見る。かっこいいよ、これ。ほら。見えないよね。わあ、かっこいい。うわ、でかい。ここ何なんでしょうね、これ。多分昔はここが闘技場みたいな感じだったのかな。ちょっと降りてみよう。お、あ、なんか下開いてる。これ何？なんかさっきの象のねえかたどったメダルみたいだけど、扉開くのかな。扉開かないね。なんかあんのかな、ここ。でも特に行けそうな場所はないんだよね。うん、気になるね、ここも。よし、ちょっと他回ろう。あ、また砂漠の
ところになんかありますね。なんだろう、さっき見たなんかコロシアムみたいなものよりはちょっとなんかしっかりしてそうな建物ですよね。いや、あれからすごい遺跡を探してるんですけど全然ないんやけど、どこにあるのかな。お、これすごいね。これは割としっかりなんか、中入れんの？入っていいの？ああ、あった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 、これでしょ遺跡って。ちょっと待って待って、ここ鳥置いといて大丈夫？ちょっとこの辺置いとこうか。よいしょ、ありましたよ、これでしょこれでしょ。ええちょっと虫、痛い、この野郎、びっくりしたわ。あー、ここですね。そうそう、ここがあれですよね、入れないんだよね、恐竜が。ちょっとあなたはそこにいて、あなたはそこにいなさい。で、主人公もしゃがんでいかないとダメと。あー、来ましたねこれ。うんこしたけどね今僕じゃあちょっと行ってくるわ。ちょっと軽く探索ね。ちょっと待って、なんか引っかかってるんやけど、引っかかって抜け出せないんやけど。はい、っていうことでね、早速遺跡をね探索していきたいと思います。さて行きましょう。結構やっぱ暗いね。ちょっと松明で、コメントでもいただいたんですけど、ここには何やらね、ロックエレメンタルのなんか子供がいるのかな。うん、でその子供がなんかね、いいものを守ってるっていうことなんでね、一体何があるんだ。いや、かなり細い道ですけど、まさに古代文明。怖いねムカデとか怖いね。うお、上から光が、あれ上からも入れるっていうこと？あ、なんかあるぞ、あれなんだ。うわー、結構深い、かなり下まで行かないとダメかな。え、なにこれ、え、なにこれ、ちょっと掘ってみるこれ。あ、水晶、水晶か、それはいらないわでもすごいね、なんか、いや、なんかワクワクする、なんかこういうね、知らないところは。でもなんか生き物いないね。うん、生き物いないよ。結構クモとかなんかサソリとかいるのかなと思ったんですけど、あれ、え、なになに、あの壁画、あれってさ、なんかさっきのコロシアムでね見たゾウの 絵じゃない、あれ。わ、かっこいいなこれ。松明つけなくても明るいね。うん、いや、暗いなお、分かれてるよ。どっち行こうか。ちょっと右行こう。これは何だろう、ちょっと掘ってみよう。あ、これ掘れないんだね。あ、これは掘れないんだ。え、これ罠とか、罠じゃないよね、インディ・ジョーンズみたいな。うわー、なんか怖いなー。これやっぱ暗い？ああ、まあ、
そこまで言うほど暗くはないね。え、やばいやばいやばい。あ、なんかあれや、ムカデいます。ムカデがいましたね。倒すか。ムカデはね、結構足が速いんだよね。うん、気持ち悪い。あ、やばい、当たってしまった。死なない、死なない、やばいやばいやばい。ここに行っていきなり鎧がなくなっちゃった。倒した。レベル2か。でもちょっと生肉とかもらえたっけな。オッケー、生肉137個。まあ設定をねちょっと変えてるんでね。マジか、ここに来てこ裸裸になっちゃったよ。あの毒がね厄介だよね。いや怖いな、やっぱいますね敵。あれ何、サソリもう一匹いるよ。サソリじゃない、ムカデか。あー、これ挟まって挟まってよかったわ。おい、え、ちょ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 、なんか来た、なんか来た。ちょっと待って、なんでこんな来んの。なんでカマキリ、なんでカマキリ、どっから湧いてきたのあなたたち。ちょっと待って待って、ちょっと逃げる逃げる逃げる、ちょっと逃げるわ、ダッシュで逃げるわ。え、どっから湧いてきたの。やばいって、やばいって、これカマキリはやばいって。これカマキリ飛んでくるからね。やばい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 。ちょっと待って待って、あのスタミナがない。ここの上大丈夫、巻いた、巻いたね。え、どっから湧いてきたの今。え、これ急に湧いてくるパターン。え、こんな装備じゃ無理じゃん。ちょっと待ってよ、あ、一応ベリー取っとこう。なんかすごいカラフルなねえカマキリだった気がするけど。来た。で上登って、うわ来た、行った、カマキリ痛い、カマキリ痛い、カマキリやめて。あ、来たな、すごいねカマキリ。カマキリやっぱ俊敏。やばいやばい、いるいる、後ろにいる。おい、大丈夫、喉が渇いた。ちょっと待って待って、我慢しろ、生きるか死ぬか。やばい、これやばい、これやばい、無理無理無理。いやー、どうなってんだろう。ちょっとね、装備をもうありったけ準備してちょっと挑戦します。うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから、スマホ等の方は下のチャンネル登録ボタンから。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。